コリンズ作、コンビントソーツ、チャールズ・オールストン・コリンズは、イギリスの画家、イラストレーター、作家である。1950年代まで、ラファエルゼン派の画家たちの中で活動し、その後は文学活動に転じた。ロンドン北部カムデン・ロンドン特別区のハムステッドで、生まれた。父親のウィリアム・コリンズは、風俗画家、風景画家で、兄のウィルキー・コリンズは、 人気のある小説家になった。19歳でロイヤルアカデミー・オブ・アーツの美術学校に入学し、ジョン・エヴァレット・ミレーやウィリアム・ホルマン・ハントと友人になった。コリンズは美術学校の教師のウィリアム・エッティのスタイルのアカデミックの画家としてスタートした。1850年の夏、オックスフォードシャーでジョン・エヴァレット・ミレーと過ごし、1848年にミレーらが結成した。 ラファエル・ゼンパを知り、ミレイからは、プレ、ラファリット・ブラザー・フットに参加することを勧められるが、メンバーの彫刻家、トーマス・ウールナーの反対で実現しなかった。ラファエル・ゼンパのメンバー、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティの姉で後に著述家になる、マリア・フランチェスカ・ロセッティに求婚するが、受け入れられることはなかった。1851年のロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに、出展した、コリンズの作品、 コンビントソーツはラファエル全派を認めない批評家によって酷評された。その後も宗教的な雰囲気のある作品などを描いたが、1950年代後半に美術の道を断念し、小説家として成功した兄の影響もあって文学に転じた。兄に国民的作家になっていたチャールズ・ディケンズに紹介され、1859年にディケンズの編集していた。 雑誌、オールザイヤーラウンドに、パリ訪問記、ザニューセンチメンタルジャーニーが掲載され、その後も文学作品を出版した。1860年に、ディケンズの娘で画家のケイト、ケイト・マクレディ・ディケンズ、コリンズの没後、別の画家、チャールズ・エドワード・ペルギニと結婚して、ケイト・ペルギニとして、画家として活動した。と結婚した。1860年に、 夫妻でパリに移ったが、パリで妻は有名な画家、バレンタイン・キャメロン・プリンセプト恋愛関係にあったとされる。1873年にガンで死去した。ありがとうございます。